こんにちは。家を断捨離してキャンピングカーに日本一周をしているガタガタ55のガッちゃんとむっちゃんです。今回は衣替え。そう、はい、あの人間の私たちの衣替えです、はい、皆さんも衣替えされると思いますけど、私たちもします。それがこの車の中、ゆうちゃんの中でやってるんですけど、それを徹底解剖見ていただこうと思います。はい、はい、ね、結構面白くてこんななってむっちゃんが動いてたりとかしてるので、そうそのところもちょっとアホっぽいところを見ていただければと思います。はい、はい、それではスタート。はい、衣替えってことでむちゃん何やってんの？ちょっとシミュレーション。あ、そうなんだ。うん、今荷物がいっぱいありますが、うん、まあ、こうやって冬物を最後に一度洗ってから衣替えする感じですね。しまいます。ね、むちゃんが動いてるの、ちょっと横目で今手前に、ね、僕いるんですけど、うん、そろそろ手伝わなきゃなーなんて思いながら。まあね、私たちの基本は大物から片付けて小物を出ししまいするっていう感じなので、まずはこの冬物の布団、それからダウンコート類。そうね、まず圧縮パックでしまいます。やっぱ冬物はね、物が多いからね。そうそう、大きいからね、かさばるからね、うん、ちなみに布団用の圧縮パックに服を入れてます、はい、で今掃除機、タワー型の掃除機、スティック型の掃除機で今空気抜いてます。はい、で今度電気毛布とかをしまって、はい、まあね、狭い車内なのでバンクベッドも荷物置きになっているのですが、ちょっとそろそろカメラが傾いてきたかなと。あ、そうそう、うん、少しずつカメラが傾いてるの、まだでも気づいてない感じだねこっちの2人はね。そうだね、必死だね。そう、狭い車内だからね、2人で同時に同じことができなくて、こううまくこうスペースを分担しながらね、そうそうそう、やってる感じですね。でも慣れたよね、ここに何を置いて順番にこれをしようっていうのが。そうだね、ここまで行くともうどっちの方が、そう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 、作業しやすいだろうとかいうのもあるからね。そうそう、まあ基本私は細かい軽い作業をして、ガッチャンにちょっと力仕事をしてもらってっていう感じだね。下から引っ張り上げるようなやつとかはね、うん、うん、今これ冬物しまって夏物出してますね。いや、結構こうやって見るとあるね。そうだね、ガチャ衣装持ちだからね。別にそんな衣装持ってるつもりないんだけどねでもうちよりもガチャの方が服の数は多いね。で、畳み方がね、いろいろね、毎度毎度怒られるんですよこれ。いや、あのほら、入るようにさ入れないといけないからさいやいや、あの結局怒られるんですよ指導みたいな感じで畳み方一つでね、入り方、ね、そうなの、結構あるんだよね、結果的に。だから怒られて、はい、わかりましたみたいな感じなんだけど。すごいな。そう、これお互いこう入れて、こうして、今畳むことであんなこと言ってるね。そうそう、あとあれだね、ガッチャンのこの、ちょっとくたびれた服は優先的に着て、下手ったら、そうそうそう、ちょっと断捨離っていう感じで。うん、優先的に着るもの決めてるよね。そうだね、まあ畳みながら賞味期限を見てるみたいな感じだよね。そう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 、うん、また細々した感じでやってますな。ですね。そしてバンクベッドが荷物置きになってるから、カメラがどんどんね傾いてきたね。激しくなってきたね傾きね、編集で変えてもいいんですけど、うん、あえてリアルを出しております。そうだね、はい、いいと思いますよむちゃ頑張って、ちょっと今何もしてないで見てるだけのガッチャンでございますが、はい、はい、しかもガッチャンね、座ることもできないからね、こっちの椅子にいっぱい物も置いちゃってるから。そう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 なんです、もう座るとこもないぐらい、この衣替えとかやるときはね、そう、全部のスペースを使ってる感じですね。でもやっぱりさ、あの車内で完結できるっていうのは大きいよね。天気関係なく車内で全部できるじゃん。あ、外に出さなきゃいけないっていうわけではないからね。そうそうそう、うん、だから天気問わず昼夜問わず、うん、ね、外も暗くなってきてるね画面。うん、ほんとだ。しかもでもこれ、あの運転席の部分は実は使ってないでやってるんですよ、うん、
運転席の部分まで荷物置いたりとかしてないでね、そうね、やっているから、うん、そこも使えば、まあ、まだスペースがある状態でいろいろできたのかもしれないけども、うん、ちょっとね、出しで大変だからね。これもあれですね、リアベッド、物が片付いてって荷物を戻してる状態ですね。おー、ほんとだ。そろそろ終わりに近づいてきた感じですかね、うん、はい。で、今出てるこのストッカーはリアルタイムで着る服だね。あ、これがちゃんがちょうどバンクベッドの掃除を、はい、最後のバンクベッドの掃除というのをやっているところですね、うん、シーツも夏物になって、そう、スノコを出して一回掃除機かけてということで、うん、まあリフレッシュをしているところですね。はい、はい、ここはねちょっとね手を伸ばさないといけないんで、こう僕の仕事みたいな感じですね。はい、はい、DIY のね紹介でスノコは紹介してるけど、これは本当いいよね。よくできた DIY ですね、うん、DIY かちょっと置いといていつも怒られるんだけどね、いろんな方々に。あれは DIY いっちゃおいっちゃおうわはい、いかがだったでしょうか。はい、ね、衣替え結構大掛かりな作業になりますね。うん、うん、これもあれね、あの、しようって話してからだいたい2週間ぐらいバランスを取る期間があります。で、順番に着てた冬物を洗濯して完全に乾燥させて、もう冬物これ最後の長袖一着やぐらいな状態を作ってなので、ね、衣替えにこうどんどん移行していくっていう準備期間で2週間、そう、うん、ありますね。言ってくれたら、あ、そうか、そろそろかってことは、着るもの考えてしまうから洗うっていうようなところで着るっていうような感じで考えて着ていますね、うん、はい。まあ、衣替えのポイントは天気湿度を週刊ニュースで見る、うんうん、そして2週間ぐらい前からガッチャンのやる気をこう盛り上げるために、え、そこちょっとそう言っとく、衣替えそろそろしたいよって言っとく。あ、そうなんだ、そうなんだ。で、手伝ってもらう。まあまあまあ、二人でやらないとね、できないことなので、うまく協力しながら、うまく使われてるのかな、うん、っていう感じでちょっとやっております。はい。はい。他の動画でも、ここのゆうちゃんの中での荷物、キャンピングカーでの荷物を全公開というのもやってますので、ぜひそちらもご覧になっていただければと思います。それでは、またの動画でお会いしましょう。さようならー。